身長美容医師学博士整形専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長で申し上げた人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは図解で理解する身長治療戦略ってことですね。図解で理解する身長治療戦略について説明していきたいと思います。身長治療がどういう風にして身長伸びているかというのを皆さんちょっとご理解いただきたいなと。あとにその早熟パターンとか晩熟パターンとかいろんなパターンがあるんだけど、それを図で示していくと理解がしやすいので、ちょっと、ね、図解で説明していきたいと思います。それではちょっと手元の画面に移りたいと思います。それではですね、図解で理解するってことでちょっと図で示しながら身長治療戦略についてね説明していきたいと思います。縦軸がですね、こう実際身長伸びてて、横軸がこう、時間軸になってますね。時間軸でこれが身長というんですね。その身長っていうのは、その1年間に伸びた身長とか、その1ヶ月の伸びた身長とか、そういったような表現ですかね。いわゆるスピードに該当するというところですね。例えば採血であればこういったのが ALP を通して、なんとなく反映されていくってことですね。それに対してこちらの時間軸に関しては骨端線ですね。骨端線、もしくは骨年齢ですよね。骨端線や、骨年齢っていうのを元にそういったのが表現されると。これらにも積分値によって身長っていうのが出来上がると。積分値ね、例えばなんだけど、私であれば大体5歳ぐらいから、18歳ぐらいの子をねターゲットというか特に専門としてますので、このエリア、期間に関して説明するのであれば、5歳ぐらいからこういうふうにですね、思春期とともに身長伸びず上がっていくわけですね。それでだんだんぐーっと落ちていって最終的に伸びなくなるっていう、こういったグラフを形成すると。でその時にじゃあどういったのが最終的な身長になるかというと、この相和、つまりこの積分値が、そのお子さんの最終身長ですよって説明になりますので、例えばじゃあこういったグラフを形成した子に対してどういうふうにすれば最終身長を伸ばせるかというのを検討していくわけになります。成長ホルモン治療に関して言うとこれ非常に分かりやすいわけで、例えばですね、このタイミングで成長ホルモンを開始しましたと。そうすると、ここで伸び率が上がるわけですね。伸び率が上がると、その1年間伸びる量がですね、ここで伸び率が上がると、ここも伸び率が上がると。で例えばここで伸び率が上がったところを持って治療終了したというふうな表現であれば、この子の身長っていうのはこういう身長になるよね。ぐーっと来て、ぐーっと来て、でここでまた戻ってこういう治療になると。ということはじゃあこの分だけその子は身長治療によって身長が上乗せされたよって説明になりますので、成長ホルモン治療っていうのはこういったような意味ですね。例えば当然なんだけどこれ今少し短い期間で想定しましたので、もっと実際ねこれ成長率2倍ぐらいになることもあるから、もっとこの幅ってのは大きいのかな。ちょっとごめんなさい、ちょっともうちょっと大きく記載した方が皆さんのイメージで湧くかなと思います。とりあえずこの分が成長ホルモン治療で得られたよって説明ですね。例えば同様にですけども、栄養補充療法、例えばじゃあここで栄養補充療法やりましたってなってくると、栄養の分でこうやって上がっていくってところで、ここがぐーっと上がっていくよねとですね。そうするとここの分だけ身長が上乗せされてるって説明になってきます。で例えばね、栄養補充療法と成長ホルモンを両方やるとさらにこう上乗せ率が上がっていって、より一層この面積が大きくなるから身長が高くなるよねってところで、基本的にはシンプルに成長ホルモンだったりだとか栄養補充ってのは基本的に上に行くっていう、この面積値を単純に増加させるってところでも非常にイメージが湧きやすいと思うんですね。例えばですけど、同様にですけども、もうちょっと分かりやすく説明しようかなと思うんですね。できるだけ分かりやすい。例えば成長ホルモンによってぐーっと上乗せされると、これが成長ホルモンによって得られた面積ですねってところですね。それに対して、栄養補充っていうのは当然その成長ホルモンと比べると、小さな治療効果という表現であれば、この面積っていうのは小さなイメージになってくるっていうところだと思います。それでさらに重要になってくるのが、成長ホルモン治療っていうのは基本的にこういうふうに上乗せするものだというふうに理解していただいて構いません。というのは私の方で治療しているのは基本的にイデオパシックショートだし体質低身長ということで、成長ホルモンもともと出てる子に対して投与するっていうのを私の方でやってますので、そうやって考えるとこういうふうに上乗せする緑の部分ですね、成長ホルモン治療でこの緑の部分がそういったところに関係すると。それに対して栄養補充療法っていうのは必ずしも上乗せするというわけではないと、そこもご理解いただく必要があるかなと思います。じゃあ栄養補充療法がどういった療法なのか少しここでお話ししていきたいと思います。例えばなんだけど、栄養が足りていない状況ってどういうことが起きうるかというと、ぐーっと伸びてってぐーっと落ちるんだけども、これが例えばここの時点で栄養が欠乏したというふうに仮定します。そうすると栄養が欠乏するとおそらくこういうグラフになるんですよね。こういうグラフにね、そうすると栄養が欠乏した分この分だけロスするよって説明。例えばだけども、こちらの論文です。ライナーグロスインチューデン with iron deficiency anemia before and after treatment とで、これ1歳半のデータだけども、こういった論文を見て分かる通り、鉄が欠乏するだけで年間の成長率っていうのが 44% で減少する可能性があるよってところが、こういった論文から分かるんですね。
例えばでちょっとこれはかなりかあの優しく書いてんだけども、ただ 44% で表現であれば、例えばこんなグラフになっちゃうってことね、おそらくね、大体が半分ぐらい。そうするとこんなに鉄が欠乏するだけで身長ロスしてしまうよっていうところなので、こういうふうにならないようにしましょうねっていうのが栄養補充療法の原則的な考え方。例えばそれに対してなんだけども亜鉛、例えば亜鉛なんかで言うと、まあ、当然なんだけど欠乏した場合、って伸び率が悪くなるんだから、それ改善したらいいよなんて当然。これは発想としてはこういうふうにくぼんでしまう部分を回復させるっていうのがその補充の意味合いですね。それに対してなんだけども、亜鉛に関して言うと、まあ、こういった論文、ジンクサプリメンテーションオン GH and ALP in non-zinc deficient children ということで、亜鉛が欠乏してない子に対してもジンクサプリメンテーション、亜鉛のサプリメンテーションを投与すると ALP が改善したよっていうデータも出てくるわけで、そうやって考えてみると、じゃあ亜鉛に関して言うとこういう風なくぼんだものを戻すだけではなくて、こういう風に上乗せする効果もあるでしょうという説明になってくるわけですね。そこの違いが理解できるといいかなというふうに思います。ここまでが栄養補充療法と成長ホルモン治療を図解で説明したような形になります。じゃあここからはさらになんですけども、思春期コントロールするお薬について話していきたいと思います。今日の動画かなりレベル高くて面白いなと私は思います。例えばじゃあ今回はじゃあ、これがまあ一般的なグラフだというふうに仮定しましょう。それに対して思春期が早発しているというのはどういう状況かというふうに説明するとすれば、これがピークが前倒れするわけね。こうやって前倒れして、でそれでこうグッと落ちてくると、当然こうなった時にこのオレンジの面積というのは、黒い面積と比べると、まあ、かなり小さいわけだよね。だからつまりそれが春季早発症のお子さんが身長低くなるという原理にもなるわけだね。だからそうするとじゃあ今回のこの目標、治療戦略の目標としては、今までは単純に上に持っていくことだけ考えていたんだけども、ピークシフトをずらしてあげるってことが治療戦略として上がってくるってことになります。ここら辺は理解いただけると。それが春季を遅らせるお薬ってことで、まあ、これをですね、こうなだらかにしてあげて、こっち側に右側にシフトするね。こうです。こういうふうにね。そうすると、この面積だけ身長が高くなるよって説明になりますね。まあ、こういった治療があるよと。それが春季を遅らせるお薬。春季を遅らせるお薬というのが、プリモボランとか、リュープリンとか、まあ、こういったような製剤になってくる。ちょっとこれ説明しますね。まあ、春季コントロールするお薬って、プリモボランとか、リュープリンとか、まあ、スプレーケとか、いろんな製剤があるんですけど、まあ、おおむねプリモボランとか、リュープリンというのが使われます。プリモボランというのは、ステロイドというタイプなんですね。ここに書いてあるけど、タンパク同化作用を持ったステロイドとかですね。同化っていうのは、体を大きくするって意味になります。だから体を大きくする作用と、男性ホルモンを抑えて、骨年齢を進めるのを遅らせる働きがあります。まあ、過去にこういう動画も出してますので、ぜひこういったのを見ていただくと理解できると思うので、まあ、ステロイドとかリュープリンについて話してます。原則早熟よりも晩熟の方が身長高くなるという、まあ、先ほどのグラフを見た通りなんだけども、結局その早熟の子っていうのはここのね終わるところ短くなっちゃうから、そうするとここの面積が当然小さくなるってところで低くなるってところで、これをできるだけ右側にシフトさせる必要があるよって、右側に行くことは晩熟というふうな説明になるんだよとですね。プリモボランというのはステロイドで、リュープリンって注射の製剤ですよと、スプレーキュアって点鼻薬になりますよとですね、まあ、こういったところ少し書いてあるけど、まあ、ここら辺は割愛しようか、今日ちょっと図解を中心に説明していきたいと思います。っていうところなので、ここに右側に行くのが、プリモボランと。でちょっとこういったもう一回じゃ最後にちょっと復習していきましょうねってことですね。こういう風なのがベースの曲線に対して、成長ホルモン治療を行うことによってこれが上振れするよとかですね、こういう風上乗せすることができるよってことね。それが成長ホルモン治療でしたね。成長ホルモン治療ね、それに対して今度は、栄養補充療法ね。栄養補充療法に関して言うと、一部分においてはこういう風にこうくぼんでしまうリスクを下げることね。こういう風にくぼんでしまうリスク、栄養が欠乏してしまって身長伸びなくなってしまうリスクを、そういったリスクを下げるという目的と、あとはやっぱりもう少しプラスアルファで上乗せしてあげる。ただ上乗せする量としては成長ホルモンよりは少ないでしょうというふうに説明。ただしここで考えられることとしては、成長ホルモン治療と栄養補充療法っていうのはおそらくなんで、おそらくというか絶対に併用した方がいいって説明になってくる。で当たり前なんだけど、こういったのも何でもそうなんだけど、まあ、相乗効果っていうのはあるんだよね。身長治療にでも必ずそれはあると思ってて、特になんだけど鉄分とか超重要だと思ってて、鉄と成長ホルモン治療っていうのはかなり、ね、併用することが私は強く望ましいんじゃないかなというふうに考えて、それに関して言うと今のところエビデンスレベル、いわゆる論文上で示されている方は示されているわけではないんだけども、私には事件で私が今まで経験したことから考えると、それとも非常に重要だというふうに考えていると、まあ、ちょっと話されたけども、まあ、こうやって成長ホルモンとかサプリメント、栄養補充療法やってことで上がっていくんで、それに対してじゃあ今度は春季を遅らせるお薬をどういうことかというと、これがこっち側にシフトするんでね、こっち側にシフトするんでね、だからこういう風なグラフになる、まあ、この面積でね、この面積が最終的に治療として効果が得られるよって説明ね。でそれがいわゆる適正な時期にやってあげると最大プラス10センチぐらい、まあ、今まで私経験してますので、まあ、10センチぐらいと上乗せできるよ、将来このまま160センチになっちゃうよというふうに言われた子がしっかりと治療、こういうふうにいろんなものを組み合わせて適正な時期にやってあげて170センチになるよというふうにご理解いただくといいかなと思います。今日は、ね、かなり面白い内容だったと思います。今後もですね、身長に関することに全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。